燃料ペレット燃料ペレットとは原子炉で使用する核燃料を磁器のように成形し焼き固めたセラミックで原子炉の五重の壁の一つ目の要素である。最も一般的な形状は高さ 1cm 直径 1cm 弱の黒色の円柱型のもので原子炉によっては中央が中空になっているペレットもある。使用されるウランは天然ウランか 低濃縮ウランのいずれかで、日本では低濃縮ウランが使用されている。ウラン金属は融点が1、摂氏132度であるため高温を伴う原子炉では容易に溶けてしまうばかりでなく、およそ摂氏670度で結晶構造が変化し膨張してしまうなどの欠点を有する。そこでウランの酸化物を粉末状にした上で成形し、時期のように焼き固めることで、 有点を2700からに摂氏800度程度まで高めている。燃料ペレットには各分裂によって生成した放射性同位体を内部に保持する能力がある。各分裂性生物の蓄積により燃料ペレットの体積は増加する。この体積増加をスエリングという、特にキセノンやクリプトンなどの機体核分裂性生物によるスエリングをガススエリングという。 気体核分裂性生物は結晶粒内を拡散し結晶流解で気泡となる。この気泡がガススエリングの原因である。結晶粒が大きいほど気体核分裂性生物が結晶流解に到達するまでに時間がかかり、その結果ガススエリングは軽減される。結晶粒を大きくする方法としてはアルミナやシリカの添加が検討されている。またスエリングにより ペレットと被覆管が接触して、被覆管の健全性を損ねる可能性があるため、成形時に円柱型の燃料の底面にくぼみをつけるや角を取ることが行われている。燃料ペレットは燃料被覆管の中に入れて燃料棒にする前に、外観、寸法、ウラン濃縮度、化学成分、不純物、密度等を検査し、検査に合格したものだけが使用される。 使用されるウラン化合物には、次の三種類がある。単化ウランは、核燃料であるウランを多く含み、熱伝導率も良いため、燃料ペレットとしては優秀である。しかし、活性であるため化学反応を起こしやすい。また、水と触れても、化学反応を起こしてしまうため、安全上の配慮から、軽水炉では使用されていない。また、高速炉で、 被服管として使用されるステンレス鋼に炭素が移行するを起こす欠点がある。窒化ウランも炭化ウランと同様、ウランを多く含み熱伝導率も良い反面、活性で化学反応を起こしやすく、水と触れても化学反応を起こしてしまうため、軽水路では使用されていない。また、N14 の吸収断面積が大きく、反応で C14 を生成する欠点がある。 二酸化ウランは単化ウランよりもウランの含有量が少なく熱伝導率も劣るが不活性であるため化学反応を起こしにくく、軽水炉を含む多くの原子炉で使用されている。ただし、熱伝導率が蒸気の金属ウラン、単化ウラン等と比べて非常に低く、常温で10ワット MK1 摂氏00度で 4WMK 程度である。これは、 酸化ウランの熱伝導が炎を媒介とするものであるためである。なお、金属ウラン等は電子を媒介とする熱伝導であるため、熱伝導率が、摂氏300度で 44WMK、1、摂氏00度で 28WMK と非常に大きい。ありがとうございます。